はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、マリオネットラインを薄くする方法ですね、お届けしたいと思います。はい、まあね、マリオネットラインっていうのはね、僕も何本か撮ってるんですけども、今回もね、質問相談いただきましたんで、またね、復習も兼ねて、改めて違う方法もね、取り入れてやっていきたいなと思ってます。で、マリオネットラインっていうのはですね、やはり年齢とともにやっぱ50代の方が出やすい、50代ぐらいからね、ここに線が行きやすい、線のシワのようなものが行きやすいっていう方が非常に増えています。で、これね、実はね、50代って言ってもですね、若い方にもどんどんね、若年性というんですか、若い方もこのマリオネットラインできやすいらしいんですよ。あとマリオネットラインとかこのブルドッグ顔というのもそうなんですけども、これは一重にですね、スマホの見すぎとかですね、あまり口を動かさないとかですね、あまり表情を変えないとかですね、あまりいいイメージないですよね。全部イメージが悪いじゃないですか。そういう方がやはりこのマリオネットラインができやすいっていう現象があります。で、あとですね、マスクをしているからあまりここって無防備なんですよね。見えてない分ですね、ここはあんまり気を張っていないというか、口もだらーみたいな、マスクの中で口あーって開けていてだらけてしまっているということなんですね。そういう方も非常に多いみたいです。非常に多いというかですね、僕多いと思います。やっぱ見られてないとですね、意識しないんですよ。なので、やはりこのマスク社会といいますか、今はマスクしないといけない時代じゃないですか。だからここら辺が隠れているっていうのが当たり前のようになってですね、ここが無防備なんですよ。なので今回ですね、マリオネットラインを今のうちにね、このマスクをしている間にですね、外した時にあれ、マリオネットラインなくなっているっていうのと、あれ、ここにシワあったっけって言われるより、どっちがいいですかってことなんですよね。で、僕はですね、やはりこのマスクをしているとかですね、顔が隠れている時にこそ、若返り対策していく方が僕はいいのかなと思ってます。ぜひですね、今日もやっていきたいと思うんで、最後まで、ね、見てくださいってことでやっていきたいと思います。で、マリオネットラインというのは、ね、先ほど言いました、ここに線が行くっていうことなんですけども、表情がないっていうのと、ここ使えてないっていうのが、まあ、最大のポイントかなと思うんですね。なので、ここをですね、徹底的に自分で動かしていってあげるということです。あと、この口角が下がってしまうのも一つの原因になるんで、これも上に上げていくっていう方法ですね。これもやっていきたいのと、あとはこのこうですね、ここのね、たるみ、ブルドッグ顔をよくやっているここなんで、ここもね、ちょっとね、今日はなんとかしたいなと思いますんで、ちょっとこうやっつけていきたいと思います。はい、で、いつもね、僕が使っている炭酸性体スプレー、これを使っていきたいと思うんですけども、今日はせっかくなんで、ね、キッチンペーパーを、ね、用意してますんで、これも使おうかなと思ってます。はい、1枚切って、これを半分に切ります。半分に切って、さらに半分、4分の1にしましょうかね。はい、ちょっと今日ハサミを持ってきてなかったので、フリーハンドで、切りたいと思うんですけど、なかなかこれ切れないんですよね。いつも僕ね、しくったと思うんですけど、ちょっとすいません、失敗しましたね。ですね、これが半分として、次4分の1ぐらいにしましょう。4分の1カットです。はい、4分の1カット。はい、でですね、やっぱりね、特に大阪、ね、僕住んでいる大阪なんですけど、大阪がですね、なんかまん延防止法とか言ってですね、結構夜になったらですね、もう8時に、ね、お店、飲食店閉店になるから、もうこう仕事がね、8時9時とかになってくるとですね、もう外を歩いてないんですよ、ほとんどの。びっくりするぐらい人が、今日休みかなっていうぐらい、時間を間違えるぐらい人が少なくなってですね、なんか寂しい限りなんですけども、まあね、コロナも吹き飛ばしていきたいと思いますけどね。はい、でですね、こういう形で、切ってください。切ってですね、このマリオネットライン、ここにこう貼りましょうか。こう貼ってもいいんですけど、せっかくなんで、この口の周りなんで、この口を隠すような感じで、こんな感じで今日貼りたいと思います。はい、で、これもですね、炭酸性体スプレーを口周りにシュッとかけて、ペタッと貼ります。なんか喋ってあかん人みたいですけど、はい、破れた、ちょっと強くやりすぎちゃいましたね。はい、破れてもね、この破れてもこのまま使ってください。はい、はい、こんな感じですね。はい、いいですね、こんな感じですね。3分から5分あじゃあ4 3分から5分キープしてください。はい、こんな感じで、はい、で、まずですね、この状態で筋肉を柔らかくして、皮膚も柔らかくするような状態です。これウォーミングアップ状態って言うんですけども、これをまずやってください。これやるだけでもですね、効果出てきます。で、ここからさらにやると、セルフケアすると効果出やすくなりますので、はい、これ3分から5分キープしてください。
はい、でこれやった手で進めていきますけども、はい、外しますね。これやってもらうと柔らかくなってるんで、はい、でここからやるとですね、セルフケアの効果がグッと上がりますんで、ぜひ、ね、使ってほしいと思うんですけども、指2本こういう感じですね、はい、こう回していきます。下から上にこういう感じで、いつもこうやってね、グリグリで上下やったりしてるんですけど、今日回していきます。ここを徹底的に動かすためにこう10回ではいきますね。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい OK です。でこれね、左右ずつやっていくんです。まず右からやっていきますね。ここを、ま、回しました。下から上に10回回しました。でその次はこの、小筋という筋肉があるんですけど、これをですね引っ張り上げます。ちょっと上に引っ張り上げます。はい、これ20秒キープでいきます。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい OK です。はい、よろしいでしょうか。でこれをですね、まず下から上10回とこれを20秒引っ張り上げるっていうのを、まあ、やってください。でこれはまあ従来ね、いつも使っている方法なんですけど、今回はですね、このちょっと後ろ側のこのブルドッグ側になるここですね、ここもなんとかしておきたいんですね。これが頼んでくるとマイルドラインができやすくなってくるんで、この口角の下テテテテテテ、ここに、筋肉があって、マイルドラインがあって、でその後ろ、こう親指と人差し指つまんでください。つまんで後ろにこう引っ張るような感じ、こういう感じ、ね、これを10回いきますよ。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい OK。 はい、でこれをすることによってですね、ここの筋肉を動かすっていうことで、ギーって動かすようなイメージです。でこれをしていただくとですね、今までその無表情の方であったりとか、あんまりこう喋ることが少ない方はですね、強制的にここの口の周りの筋肉を使っております。でこれをすることによって、このマイルドラインができにくくなってきますんで、まずこれもやってください。で最後ですね、このブルドッグラインができやすいここですね、ここを次後ろにグリッと引っ張り上げて、これで20秒キープ。ではいきますね。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい OK です。戻してください。よろしいでしょうか。でその次が、最後にこうやりますけど、こう後ろに上に引っ張っていくっていうことなんですけども、今僕、左やってないんで、左やってから一緒にやっていきたいと思います。でこう触るとですね、ちょっとねやっぱ青のラインもシャープになってるんですね、はい、なのでこれもね続けていくと、マリオルテラインが消えながら、青のラインがねシャープになっていくと思いますので、ぜひやってください。ではおさらいとしてですね、反対側やっていきたいと思います。これ10回回します。下から上、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい OK。 はい、次賞金これ引っ張ります。はい、20秒、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい OK です。はい、その次はですね、このブルドッグ顔になりやすいここですね、この口角のちょっとこのマリオットラインですね、できるところにこう下にたどって、そこから後ろにこう引っ張ります。はい、10回ですね。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい OK。 で次この引っ張ります。はい、20秒、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい OK です。で最後ですね、このマリオットラインができるところ、ここですね、ここを引っ張り上げて、皮膚、シワを、ね、薄くするためにぐーっと引っ張って20秒キープ。はい、いきます。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
15、16、17、18、19、20、はい、 OK です。お疲れ様です。はい、よろしいでしょうか。まあ、これがですね、マリオットライン用ケース一連のセルフケアとなっております。でこれはですね、まあ、3セットぐらいですね、寝る前に続けていただくとマリオットラインが薄くなってくると思いますんで、ぜひね一度試してみてください。はい、まあ、これですね終わっていきたいと思うんですけど、よかったと思っていいねのボタンをぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ではまた次回ですね、お会いしましょう。さようなら。